皆さんこんにちは、渋コーチです。今日は、ダブルタッチのポイントについて、説明していきたいと思います。準備するものは、ボールと、ペットボトル2本、まあ、ペットボトルじゃなくても目印になるもので大丈夫です。では早速やっていきたいと思います。この目印の中で、ダブルタッチを行います。ではやってみます。という感じです。ポイントを説明していきたいと思います。足の動きですが、まずは真ん中に1歩ついて、反対にサイドステップでいくようなイメージです。トン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 で、こっちの足をこっちに近づけながら、反対の足もジャンプしてこっちに移動するイメージで大丈夫です。次はボールを触る足のポイントです。動かすボールを足の方は、ついた後に滑らしてこっち側に来るようなイメージです。重心はこっちの足に乗せてやってみましょう。トン、乗った後にこっちに引っ張ってきながら、こっち足で止めるというイメージです。ついたら引っ張ってくるようなイメージでこっちに運んでいきましょう。また最後の、止める足ですが、トン、引っ張ってきたらボールをしっかりここに止めてあげてください。これが理想だと思います。動いてしまうと、もう次こっちの右足でボールが触れなくなってしまうので、ピタッとここに止めれるように吸収してあげてください。ポイントとしては、ボールを触る音がしないように止めてあげるといいと思います。という感じです。まあ、お家の中でやる人が多いと思うんですが、おそらく静かにボールを触る音、まあ、引っ張る方も、止める方も静かに触るイメージでやってもらえると、おそらくうまくいくと思います。もう一回やってみます。静かに触る、静かに、以上になります。少しでもみんなのプラスになってくれればと思います。ぜひトライしてみてください。ではさようなら。